はい、そうです。あたすが沢健と申します。よろしくお願いします。英語はいいよな。うんうんうん、今日はですね、3月の3日なんですけれども、アタスはですね、毎年ね、この漬け、この漬けになるとね、もう花粉なのか何なのか、もう目がかゆくてしょうがないんですね。もうさっきまでね、ゴシ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 書いちゃってるとさ、目が赤くなっちゃってさ、もう動画を撮る気にならないんですよね。 はい。まあ、こういう悩みを抱えてらっしゃるのは私だけじゃないと思うんですけれどね。うん。あの、目だったり、鼻だったり。あの、なんならもうなんか肌も荒れますね。うん。もう本当に花粉のゼケっていうのは、もう本当にしょうがないですね。うん。<noise> はい。それでですね、私はですね、最近ですね、あのー、コラボをやっていて、まあ、誰のコラボかというとですね、あの、絵本作家さん。絵本作家さんとのコラボでですね、えー、こちらですね、こちらの本。 えー「マスロちゃんの洋服探すっていうね非常に可愛いイラストのですね、まあ、絵本でございますねでまあ大体この本は、まあ、小学生前から小学生の、うん、低学年ぐらいまでをターゲットとしているそうですでですねどんなコラボかというとですねこの日本語の絵本をですね私がこう英語に直すというそういったコラボでございます ちょっとどんな内容なのか見てみましょうね。朝目を覚ました白マの真っ白ちゃん。かわいいやね。うん。白熊なんだね、爪はね。うん、非常にかわいいですね。まあただですね、この言い方、非常に日本語的でね、なかなかちょっと難しいんですが、朝目を覚ました白マの真っ白ちゃんってさ、要するにこれってさ、真っ白ちゃんに全てがかかってるんですよね。 目を覚ました白マの、えー、真っ白ちゃんっていう感じになってるんですけど、これをそのまま直訳してしまうと、要するに英語に直訳してしまうと変になってしまうわけですよ。はい、ここですね。まず僕はですね、まあ、真っ白ちゃんっていうのは、あのー、まあ、白マさんですよっていうことを言いたかったので、ま、シロー is a polar bear って、こういうふうにか、こういうふうにまず前提として入りました。うん。ほんで、彼女は多分女の子だと思うんですけど、 One morning, when she woke up, she felt something different outside. って感じで、ちょっと日本語の直訳とは違うアプローチにしています。で、これはわざとというよりは、あの、こうせざるを得なかったっていうこともあります。うん。要するに直訳にこだわっちゃうと逆に変になっちゃうので、 ヘリコプターで私が翻訳を担当するにあたってあの気をつけていることはですねとりあえず結局誰が最終的に読むのかこれを気にしてますね例えばこんな感じ、まあ、今回で言うとた、えーまあ、多分最終的に読むのは幼児から小学校低学年ですよねその子たちが読むんだっていうことを意識していますだから 彼らにとって読みやすい翻訳を心がけると同然、原作者、この絵本を書いた元々の原作者、その人のストーリーに忠実でありたいという、まあ結構相反することなんですが、そのバランス、そのバランスを大切にしています。だから、原作者のまま直訳,直訳しちゃうと変になっちゃうこともあるので、 だからそこは変え、ちょっと変えますと。うん。でもそうやってあまりにも、うん、そっちの、なんていうの、自分が書きやすい英文に書いちゃうと、やっぱりその原作者さんに申し訳ないので、そこのバランスを気をつけてるということです。で、アタスがですね、翻訳に使っているものなんですが、この三つになりますね。まあ、あと一つは翻訳ソフトです。えっ、ー、と、現代で言うと、例えば、あの、ほら、 無料で使えるあのディープエールとかかじゃないですかあれとか全然使えばいいと思うんですよね。翻訳っていうのは基本的に地味な作業なのでまあ基本的にはお家でやる作業なので自分が使えるツールは何でも使っていいと思うんですよね。うん、逆に言うと自分自身に翻訳の能力がなかったとしてもうーんツールとか 自分の旦那が外,人だあの外国人さんだとか、ね、英語のネイティブだとかそういうふうにあの自分が用意できるツールや環境を駆使して成果物を出せるっていうそれもスキルなんですよね、うんはい、だからまあオンライン辞書とかも使いますね、はい、そして Google 検索そうですね例えば グーグル翻訳じゃなくてグーグル検索ですね。例えばこういう絵本の時ってなんか,なんかいろんな表現をグーグル検索で、あのー、ちょっとググってみてあ、なるほどこんな表現もいいなみたいなちょっとサンプル探しっていうかサンプル探しのためにグーグル検索を使ったりします。でまあやっぱりここが、まあ、最終的な大事なところなんですけれど、まあ、自分自身の経験とスタイルですね。 やはりあの翻訳ソフトとか Google 検索をしたとしても最終的にはやっぱりその翻訳者の癖とかスタイルが出てきますで。翻訳ソフトが出したものとかそれを見て自分がどう判断するかっていうのもやはりその翻訳者さんの、まあ、経験とかあとはその、まあ、スキルになると思うのでそこはやっぱりどうしても、えー、ここは欠かせないことになりますね。 うん、ただ必ず,し必ずしも自分自身にう、たくさんの翻訳の知識がなくても、今はいろんなツールがあるので、それをどんどん駆使すればいいと思います。大事なのは成果物ですから。そこがまあちょっとあの、通訳さんとはちょっと違うところですね。はい、そんなわけで今回は絵本作家さんとのコラボということで、できればですね、数週間以内に仕上げて、 作者、あの、この絵本の作者さんに渡して、その方が、ね、うまーく絵本にしてくださって、なんかこう、ね、Kindle 版とかして、なんかアマゾンとかで、なんか発表できればいいなーって思ってます。それではまた報告します。はい、じゃあ読んでいきまーす。Okay. I am a bunny.My name is Nicholas. I live in a hollow tree. さあ、I live in ってさっきもやったよね。同じこと言ってるよね。みんなは確か、I live in a city とか言ってたけど、この人は、I live in a hollow tree って。Hollow tree って何かっていうと、穴,穴が開いた木ってことなんだわここ。確かに穴開いてるよね。穴が開いた木。ここに住んでたって。へー。 さあ、これ、これ、これからも、あの、授業の終わりに毎、毎回読むけど、これなんでやってるかっていうと、最後、最後にはね、こう全員、全員がね、読めるようになってもらいたいんだわ。OK? そう。だからちょっとね、これ、これから、授業の終わりに毎回読むけど、あの、え、またかーって思わんといてんね。はい、OK。じゃあ、えっと、ミュート解除して、みんな、全員ミュート解除してくださオい。OK。ほな、 えっと、最後の、バイバイの、バイバイの挨拶しましょうね。ああ,ああ、いいよ、いいよ、いいよ。うん。o k ケーじゃあ、see you ね。See y o u o、okay. k ケー。うん。じゃあ、next, see you next, next week.Next week ね。来週、next w e e k o、okay. k ケー。t h a n k you. Bye.